はい、皆さん楽しくジムってますか？元ビトラカーナです。ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2020年第1戦 B クラス第2ヒートを見ていきましょう。緑の ZX10R を狩るゼッケン10番新井選手の走りですが、パイロンのかなり手前から深くマシンを寝かせて進入していくのが分かりますね。実に綺麗なライディングですね。今回 B クラスでリッタークラスに乗るのはこの新井選手と井上選手の2人だけですが、どちらも ZX10R ですね。元ジムカーナでは昔から扱いやすいという理由で川崎のリッターマシンの比率が高いです。特にエンジンフィーリングが抜群ですよね。ゼッケン4番 CRF250R の柳田選手は上半身をイン側に入れてマシンとともに倒れ込みながらもギリギリのところでバランスをとって鋭いターンを繰り出します。この低上縁ではもしかしてクラッチを切っていきますかね。エンジン回ってないのに減速しないでスムーズに回っていきますね。あと今パイロン引っ掛けちゃいましたが、ここからのクイックターンを見てください。ここはクラッチを切ってリアの駆動がない状態でフロントタイヤの旋回力だけで一気に回っていきます。そしてここから B クラス上位6名の選手を見ていきましょう。まず6位に入ったのはゼッケン8番 VTR の中川選手。序盤のオフセットスラロームですが、そんなに深くバンクさせるのではなくて、リズムよく加減速をしながらパイロンの近くをコンパクトなラインでクリアしていきますね。 VTR でよく寝かせてるっていう人はですね、結構ターンの出口でバンク角だけ出そうとしてラインが大きく膨らんじゃったりしてるんで、中川選手の走りをよく見てみてください。中川選手のタイムは1分45秒145でした。第1ヒートでは2位につけていたゼッケン17番 NSR250R の池浦選手。久しぶりに NSR で走る筑波サーキットジムカーナコースでちょっと力入りすぎちゃってませんか？低上縁をスロットルを刻みながら走りますが、スロットルに合わせてマシンが小刻みに起き上がってます。続く左の低上縁も切り返しでリズムを崩しちゃいましたかね。もったいないです。池浦選手はコンマ3秒タイムダウンしてしまい、第1ヒートのタイムで5位になりました。池浦選手ほどのベテランライダーでも勝ちを意識するとやはり力は入ってしまいますね。第1ヒートでは3位だったゼッケン11番 E 選手です。 KDX220SR は乾燥重量で105キロですね。装備重量としてもそこから 3,4 キロぐらいでしょうか。軽いですね。チャンバーも腹の下に収まってますし、ツーストエンジンは重心も低いのでひらひらと軽快に走らせます。今のシフトダウンの音、結構エンブレきつそうですね。しかしターンでの寝かし込みも早いですし、そしてエンジンの吹き上がりも早い。いろいろとホーストモタードとは違う走りを見せて44秒273をマークしましたが、惜しくも1つポジションを落として4位でした。そしてここから上位3名になりますが、第1ヒートではゴール直前でエンジンが止まってしまってタイムを残せなかったゼッケン9番エマ選手。完璧なエンジン回転数でフロントを上げながらスタートしていきます。さすがオートクラッチ。最近の元ジムカーナシーンではリクルスなどのオートクラッチをつけた車両が増えてきています。元ジムカーナ特有の回転セクションなのでかなり酷使してしまうということでメンテナンスなど大変ですが、その分大きな恩恵があるようですね。エマ選手は左手一本で操作できるように操作系が全て、ハンドルの左側に移してあるのでオートクラッチが必須なんですが、それにしても左手だけでここまでスムーズにライディングできるとは驚きですね。レーサーベースマシンとはいえ 150cc とは思えないほど迫力のある走りです。ポンとフロントを浮かした後、何事もなかったように綺麗に左ターンへと移っていきます。そして終盤の連続ターンはミニバイクの見せ場。ここで一気にタイムを削って44秒201をマークして3位に入りました。続いてゼッケン12番 SV650 の片山選手ですが、第1ヒートでコースを間違えて回り直すなどあって大きくタイムを落としてしまいました。この片山選手は非常に美しい走りをしますね。ここからの短い区間で一気に加速するセクションでも非常にスムーズに加速して次のターンへも滑らかにつないでいきます。結構大胆にバランスを崩しにいっているんですが、それも傍からではわからないくらいスムーズに乗りこなしています。
今少し膨らみすぎましたが、それだって狙ったラインだったみたいに何のこともなく走っていますね。今年もよろしくお願いします、頑張りますというコメントですね。これは3月の時点のコメントです。終盤の連続ターンもぶれることなく、はい、くるくると鋭いターンを繰り返します。それもかなりマシンを寝かせたままなので、ステアリングの動きが大きいはずなのですが、うまくまとめていますね。43秒944のタイムをマークして2位に入りました。いやでもね、ほんと綺麗に走ります。そして去年全勝優勝を誓った2020年のレースを第1ヒートトップで折り返したゼッケン5番の関根選手。マシンは CB300R ということで、日本で発売されている CB250R よりかは排気量が大きいですが、実は 286cc でその差はわずか 37cc。 非力と思われそうですが、それがこのマシンの最大の武器だと言えます。小さな車体を乱れさせることなく、いいリズムでオフセットスラロームを軽快に走り抜けて、ここからの加速は大きく膨らむことなく一直線にフリーターンへ飛び込んでいきます。程よいパワーのエンジンをうまく使って、加速しながらも立ち上がりラインを丁寧に選んで、どんどんとペースを上げています。関根選手の走行ラインは脱出ラインがとにかくタイトです。直排もかなり手前で切り返しを入れています。短いホイールベースを生かして、フロントタイヤをどんどんとイン側に入れていきますね。完全に受け切っていますが、それをもコントロールして勢いよく定常円に飛び込んで綺麗に回っていきます。そして終盤の連続ターンセクションに入っていきますが、その1本目のパイロンを引っ掛けてしまいました。ここで一瞬守りに入るかと思われましたが、いやいやさらに攻め込みます。死にたい一歩手前までバランスを崩しつつも、そこからスロットルでバランスを取り戻して、次のパイロンを目指して立ち上がります。ペナルティ分を取り返すように2回転も驚異のスピードで回って、タイムを削り取り、1分42秒493の生タイムをマークし、1ペナながらも見事トップタイムをマークして、2020年最初で最後のレースを取りました。